スカシュカシパンは、タコの枕木、スカシュカシパン科に属するウニの一種。いわゆるカシパン類で、体に穴が開いていることからこう呼ばれる。この類の特徴として、非常に扁平な殻と、ごく短くて、トゲとは認識できない程度のトゲを持つ。加えて、背面の家紋の延長上、円までの間に細長い穴が一個ずつ開いている。 同類の四つ穴かしパンの場合、穴は生殖口のことで、背面上側に体内に向かう穴が開いているが、スカシカシパンの穴は体そのものを貫き、背面と覆面をつなげるものである。スカシカシパンの種類の中には、黄色の液を出す種類もある。全体はほぼ円形で、直径約 14cm、高さは 1.5cm。仮面はほぼ平坦、上面は中央が、 やや隆起する。直径の半分くらいに、二重が桜の花の模様のような形を描く。仮面では、中央の口から溝が穴の方向に刻まれ、穴の手前で2分してその両側に流れる。浅い海の砂底に半ば渦漏れて生息する。餌は、砂の中のデトリタスである。天敵は、甲殻類や魚類が報告されている。日本では、 本州中部から九州に見られる。化石は日本各地の第三基礎から報告される。日本語の名称、菓子パンは文字通り菓子パンに似ていることから、スカシカシパンは殻に5個の細長いスカシ穴を持っていることからこの名が付けられた。英名のサンドドルはその形が大きなコインに似ていることに由来する。スカシカシパンに限らず、 タコの枕目の極秘動物全般を指した呼び名で、シークッキーやスナッパービスケットとも呼ばれる。それほど平らでない形の種は、シービスケッツと呼ばれる。スカシカシパン、タコの枕を含むカシパン類、およびチブャブ茶釜を含むブ,ンブク類は、ウニツナに属するウニの仲間だが、紫ウニやバフンウニのように食用にはならない。これは、下食部である清掃。 卵巣が大きく発達していないこと、硬く大きな外骨格を割るのも容易ではないこと、中身が食欲をそそらない、国力食や安ス食をしている種が多く、種によってはヘドロのような異臭がするものがいることなどがその理由である。菓子パン類、文福類は畑の肥料として利用されることがある。ありがとうございます。